今こうイカメタルに最適というかイカメタルで使っているリール、こちらのティエラ IC というリールなんですけれども、非常に軽量でコンパクト、剛性もあるということでイカメタルにはぴったりのリールなんですけれども、こちらに搭載されているですねデプスアラーム、これがですね非常に便利でございまして、今まではこう釣りをしている時にねこうカウンターで実際数字を見ながらで、その間穂先ですとか周りの状況をおろそかっていうことが多かったんですけども、これはなんと音でお知らせしてくれる、10メートルでピッ、20メートルでピッピッ、30メートルでピッピッピッ、ずっとカウンター見るではなくてこう音で聞いてそのレンジが把握できるっていう優れものだったりします。実際カウンターを見てる時間って結構長かったりするんですけども、レンジをね音でお知らせしてくれるので、カウンターばかり見てないでお先に集中するってことがあります。イカメタルですとか、あとはバチコンなんかにも使えるよっていうことで、ぜひぜひ使ってみてください。あー、触った。よし、30m、浅いところにもじゃんじゃん、ほら小ぶりなマイカだ。 OK、 30m ですね。